ルートビヒホンホフマンは、ドイツの画家である、象徴主義の画家の一人に位置づけられる、ダルムシュタットで生まれた。父親のカールホフマンは1872年から1876年まで、ヘッセン大公国の首相を務め、1882年に、ドイツ帝国のビスマルク内閣の商務大臣となり、貴族に助せられた人物である。お辞に、宗教的なテーマを得意とした画家の、 ハインリヒ・フェルディナント・ホフマンがいる。ルートビヒ・ホフマンは1883年からドレスデンの美術学校で学んだ後、カールスルーへの美術学校でフェルディナント・ケラーに学んだ。1889年にパリに移り、アカデミー・ジュリアンで学び、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌやアルベール・ベナールから影響を受けた。1890年からベルリンで活動し、ベルリン分離派の元になる。 マックス・クリンガーやマックス・リーバーマンを中心とした美術家グループ11人協会のメンバーであった。1894年から1900年の間、多くの旅をし、ローマやトスカーナのフィエーゾレ近くの別荘で過ごし、イタリアの古典的な作品は彼の作品に影響を与えたと思われる。1895年からアール・ヌーボーに影響を与えた雑誌、バンに 多数のイラストを寄稿し、1896年のベルリンの国際美術展で入選した。1898年に設立されたベルリン分離派のメンバーになった。1899年に結婚した。1903年に彼はバイマルの美術学校の教授に任命された。バイマルでは文学者のハリー・ケスラー伯爵の芸術家サロンに加わった。 バイマルの美術学校でのヘルマンの生徒には、ジャン・アルプやノーベル文学賞の受賞作家、ゲアハルト・ハウプトマンの息子、イーボ・ハウプトマンがいて、ゲアハルト・ハウプトマンとも友人になった。1916年にドレスデンの美術学校の教授になった。1930年代になって、ナチスによってその作品のいくつかは、大敗芸術として非難された。ありがとうございます。